ラシゲノリは、大韓民国公衆広域市出身のプロ野球選手。NC ダイノス所属。本願は、ラシューラシ。兄のラセイヒロシは、サムスンライオンズなどに所属していた元プロ野球選手で、キアタイガースのコーチ。2008年に投手として、LG ツインズの二次ドラフトで指名を受けたが、四世代学校に進学。2012年、この年から二軍リーグに参加した。 新球団 NC ダイノスから2次、ラウンド1位指名を受け入団。入団後は、中堅守に転校する。2013年5月7日のハンファイーグルス戦で1位、軍初出場。2014年は前年オフから右翼守への転校に挑戦していたがキャンプで断念。7月には、ファン投票で、オールスターに初出場。9月に開催されたニ川アジア大会の、 野球韓国代表に選出された。同大会では、韓国の優勝により兵役免除の恩恵を受けることとなった。2015年のプレーオフ5回戦では8回途中から控え投手がいなくなったことで、大学時代以来となる当板を果たした。結果は、デイビンソン・ロメロにアンダーを打たれるも次の5再現を抑えて無失点だった。また、オフの10月7日に、第1回、 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。2019年5月3日、キアタイガース戦で足を負傷し、同年は残りの試合をすべて欠場した。2020年シーズン終了後、ポスティングによる MLB 移籍を申請したが、交渉期限までにどの球団とも契約できなかった。福岡ソフトバンクホークスに所属する柳田祐希をロールモデルにしており、 彼のことは、スイングも速く、足も速い。長打率も高く、出塁率も良い。柳田は空振りしても、フルスイングをする。見習いたい。などと絶賛している。ありがとうございます。